ような気もするんですけど、ちょっと難しいです。沼田先生のデサー塾分かりやすいです。ありがとうございます。いや、そんなに、いや、結構解説そんなに得意ではないと自分で思ってるんですけど、そういったら言っていただけるとありがたいですね。プレイオフになった場合、その対局も中継されるんですか？そうですね。プレイオフになった場合は、明日ですね。明日、プレイオフの対局がありまして、まあその対局が中継されますね。明日、その対局があった場合は、解説もついていて、足立さんでしたっけ？まあ、確か足立さんが解説して、あ、そうですね、足立さんが解説してくれるので、まあ、ぜひご覧になってください。プレオフになったら10時開始で、1時間か1時間、2時半からもう行けば。明日、プレオフになった場合は、なんか2曲やるみたいで、1曲目が10時から開始で、で、2曲目が14時半。開始で、で、持ち時間は1時間だそうです。実際ぶつかったんですね。これだとダメだったんですかね。ちょっとまだ分かってない。これはでも黒、まあ、つけた効果は上がってますね。とりあえず先手が取れたので。先手が取れたのと、多分これで先手が取れるより実戦の方がこれならいいんですよね。黒、まあ、とりあえず抱える手が残ってますし、まあ、何か手抜いて、白に打たれたとしても、これ、左下手は残ってるんです。絶対先手というわけじゃないんですね。この手は、まあ、その曲がって、まあ、跳ねて、ここに継ぐのがいい手で、まあ、これで、白を取り番の本コウは残ってるんですけど、まあ、実際、